黒又山は、秋田県和ズ市と和田大湯地区中通り台地にある、円水の形をした、標高280.6メートルの山である。北緯40度17分01秒、統計140度49分17秒黒。また山は、地元では、黒万太、または、黒万太山と、愛称され、山頂には、元宮神社がある。山の形が、ピラミッドに似ているので、 古代のロマンをかき立てる山としてマニアでは知られている。昭和17年に鳥谷畑山によって黒また山の上空に光りながら飛行する何らかのものを描いた黒また山の絵が有名である。黒また山のすぐ近くには国特別史跡大湯環状列石がある。登山するには宮の平集落の本宮神社取口から入る。山頂周辺には 樹木が茂っているので、眺望は、あまり良くない。山麓には、秋田県和ズ市、遺跡詳細分布調査報告書記載の筒見尻、愛遺跡、筒見尻通遺跡、筒見尻3遺跡などの遺跡がある。安倍貞田等の一門の中に、元宮徳次郎という医者がいた。元宮徳次郎は、和ズに、安住の地を求め、移住する際には、安倍氏の守り神である清水観音。 八万大菩薩、大赦天を背負ってきた。本宮は、大赦天を黒また山に祭り、辰巳の方向の草木、八幡堂に、八万大菩薩を、牛虎の方向の大炎寺境内に、清水観音を祀った。さらに、医師の守り神である、薬師如来を一心に信仰し、遠くからでもお参りができるように黒をまた山に、薬師堂を混流した。 本宮神社の名が掲げられたのは明治になってからで、この地一体に深く信仰を得て、昔から薬師様として親しまれていた。黒又山頂上には薬師堂が鎮座していて、本尊は薬師如来である。黒又山は1992年から1994年にかけて考古学的調査が行われた。黒ま山遺跡の出土遺物には、石器や、 石造品、土器、土製品の基本的異物が挙げられる。また、鉄釘や古塵なども出土している。特筆すべきなのは、石英安残岩からなる、国分石製品で、山頂部、斜面、山六部から十六個ほど出土している。国分石製品は、縄文時代に、小型のものが若干調査例があるが、大量に大型のものが狭い区域に集中して、 出土するのは、極めて特筆すべきことである。大湯環状列石という縄文時代後期はじめの宗教祭祀遺跡から直線距離で 2km 内外にあることも考えると、この黒また山も山岳宗教祭祀の場であったと考えられる。発掘された石は、岩愚と思われるものも含まれており、最大で 4225×18cm。 最小で84.54センチメートルで、いずれも人頭台前後ばかりのもので、ちょうど人が持ち運びできる程度の重さである。刻まれた、文様は黒又山の南西にある猿ガ神社の、御神体石に刻まれた文様と告示している。地中レーダーによって、黒又山の地下に、石で作られた、数段のテラス状の構造が確認されている。第二次調査のトレンチにより、 山頂部からは、エボシ状の立石が発見された。立石は、頭部の部分は、表面の自然石が剥離していて、何らかの強い衝撃によって破壊された跡が、残されている。立石は、ほぼ四面体になっており、第一面には、目の形に刻まれた跡が、他の面にも蛇のような盛り上がりや、小さな円形状の模様が刻まれている。目のような模様は、 国道103号沿いにある通称、女子石にも刻まれている。この縦石を中心に岩が半円状に配置されていたと思われる。ありがとうございます。